嫁がいなくなって2ヶ月経った。まだ立ち直れない。ちょっと愚痴る。俺40。嫁29。結婚1年半。出会って5年。嫁は持病があって子供は諦めてたけど、嫁はずっと欲しがってた。俺は正直嫁さえいればよかったから子供できたと嫁から聞いた時も、嫁の体の方が心配だった。妊娠中に嫁から出産時に私か子供選べって言われたら絶対子供を助けてねってよく言われてた。そんなドラマみたいなこと起きないからと聞き流してたけど、もしそうなったら絶対嫁を選ぶと思ってた。そのドラマのようなことが起こった。臨月に入った嫁、救急車で運ばれた。病院から電話があった。だけど俺は会議中で電話に出られなかった。手術前に意識のあった嫁が何よりも子供との意思確認を取ったってことで子供優先の処置がされた。子供は無事誕生。嫁は意識戻らないまま数日後いなくなった。自分が母親を早く亡くして寂しかったから、子供産んだら絶対長生きするって言ってたのに。普通なら、嫁の忘れがたみの子供を愛して生きていくんだろうけど俺は、その子供を愛せない。今は、嫁親戚が預かってくれてる。抱いたのは一度だけ。顔見たのは、数回元気な男の子。嫁に似てるけど嫁じゃない。施設に入れようかと思ってるけど、周りは反対するだろうな初孫だし。男の子だし、でも、一緒にいたら虐待しそうだ。どうして、あの時電話に出なかったんだろう。昨日、久しぶりに美容院を行ってきた。嫁と同じところ通ってたんだけど、髪切ってもらってる時。ここの美容師に聞いたんだっていう、嫁の話思い出した。出産の時ってお母さんは苦しいけど、赤ちゃんも産道を通って出てくる時、死ぬほど苦しいんだって。痛いのはママだけじゃないって思うと頑張れる。パパは何にも苦しくないんだから、せめて死ぬ気で働いてよね。そんな話をされたのを思い出して、カット中に大泣きしてしまった。神々に入ったことにしたけど周りドン引きでした。子供も必死で生まれてきてくれたのに、俺だけ現実逃避してちゃダメだよな。すぐには無理かもしれないけど、嫁の守った命を大事にしていこうと思う。結局、3ヶ月くらいまで養子に出すつもりで悩んでたんだ。今なら、かなり良い条件の里親に預けられると聞き、家族の言葉も聞かず、一人で話を進めていた。そんな時、嫁の元上司が訪ねてきてくれた。俺の近況を人捨てに聞いたと。この元上司の人は不妊治療の末に子供を授かったと嫁からも聞いたことがあった。飲み会の席でいつも子供の写真見せながら、この子らが生まれるためにベンツ1台分は金使ったわと写真を見せて回ってるって。上司はその時いつも嫁だけが真剣に不妊治療のことや成長の自慢話しを真剣に聞いてくれてた。自分も病気で子供が持てないかもしれないからすごく気になると言っていたらしい。元上司の人は俺にも子供の写真見せて、この子たちが生まれるまでに何人も生まれることができなかった子がいる。子供が元気で生きてるってそれだけで奇跡なんだよ。泣きながら俺に諭してくれた。嫁は妊娠が分かってすぐに会社辞めた。安静第一に過ごしたいから。妊娠が分かったのは本当にまだ数週目だったから、妊娠のことはこの元上司にだけ伝えて退職したらしい。報告に来た時の嫁の顔と自分の家内の顔がダブるくらい幸せでたまらないって顔だったって。だから嫁の訃報を聞いてからも子供のことがずっと気がかりだったと。その元上司は大学出てすぐに結婚して、数年後子供作ろうとしたらなかなかできず、治療の末にようやく授かった時は俺と同じ40になってからだった。だから戸惑う気持ちもわかるけど、嫁さんのことを思うなら君がしっかり育ててやってほしいと言われた。
40代のおっさん2人が泣きながら語り合った。とりあえず育休を取れと言われた。ダメなら私からも頭を下げるからと。嫁の会社は、名前知らない人はいないくらいのでかい会社。うちとは業種も規模も全く違うけど、そこの会社の部長に頭下げさせたら多分全員心臓止まるだろう。育休は元上司の方にお出ましいただくことなく、なんとか3ヶ月もらえた。男では初めてだよとブツブツ言うやつはいっぱいいたけどね。子供預かってくれてた元看護師の嫁おばにレクチャー受けて、なんとか一人で世話できるようになるまで半月。アパートに連れ帰ってからは天国と地獄を行き来してたな。でもなんとか1歳の誕生日を迎えられたよ。長いような短いような、本当はもっと書きたいことあったのにうまくまとまらん。おしゃべりはババババばかりでちっともパパにならないけど、最近嫁じゃなくて俺に似てるってよく言われるようになったし、子供といる幸せを毎日かみしめてる。本当に嫁に心からありがとうと言いたい。あと嫁上司や助けてくれたたくさんの人たちにもありがとう。